どうも岡崎キングです。ズキュン、今日はね、YouTube に出てる人たちに言いたいことがあるんですよ。ステマはやめましょうね。あのね、よく商品レビューとかやってる人いるでしょう。この商品買ってみました、使ってみました、食べてみましたとかね。それでね、いいことしか言わないのはやめれっつーの。YouTube 出てる人が企業からこの商品無料であげますんで、レビューして宣伝ちょっとしてくださいって依頼を受けてからね、ちゃんとこれは提供商品ですって大きく発表してから、YouTube 出てる人がいいことしか言わないっていうのはまだ許せるけど、そうやってね、提供で商品を無料でもらってんのにもかかわらず、提供とか一切発表せずに、あたかも自分で買ったかのようにしてね、これはすごく美味しいです、これは使いやすいですねって、レビューでね、いいことしか言ってないやつ、それステマだから、いや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 、悪い感想も正直に言いましょうよ。ね、ちゃんと提供って、大きく発表しましょうよ。視聴者はね、その動画を見て、気になってる商品を買うかどうか決めるわけなんだから。ね、いいことしか言ってなくて、視聴者がそれ買ってね、実際に使ったり食べたりして、あれ？これ動画で言ってたほどでもないじゃん。何これ？失敗したわってなるんだって。だからね、悪い感想も正直にちゃんと伝えましょうね。ステマは本当に良くないです。今日はね、まあ本当それは言いたかったんですよ、動画で。で、まああれ、え、何これ、ガリガリ君リッチコーヒーオレ、え、何これ、もうちょっと食べてみよう。え、何これ、ガリガリ君リッチコーヒーオレ、うわ、何これ、うまっ。広島チ TV、 ワン、ツー、素人にしちゃやる方だよ。